皆さんどうも T 島です。では今回もドラゴンクエストビルダーズ続き遊んでいきたいと思います。ということで今回から終章ですね、ラナトーム編、こっちの方をやっていきたいと思います。でまあ、かつては国王と姫が住む王都があった場所ということで、だいぶなんか死の大地みたいな感じのとこですけど、まあ、ちょっとやっていってみましょうかね。はい、ということで今回希望の旗がないみたいですね。できれば希望の旗を使わずに進んだらどんなになるのかなと思ってやろうと思ったんですけど、まあまさになんかそんな感じになってしまいましたね。でこのおじいちゃんに話したらいいのかな。むつ下手。まあ多分どの章もやっぱり希望の旗を立てないとやっぱりクエストとかが多分進んでいかないんで、それの関連したキャラクターとかもやっぱり出てこないんですかね。頼り投げで薄ぼんやりとした顔は、もう毎回これけなされるんですね。あられもない姿って、もう着るもんないんだから仕方ないでしょ。さてどこに向かうんだ。早くおじいちゃんついておいで。こっちだよ、こっち。あれ、また休憩か。いやもうすでに追い抜いてたけどね。よしよし、じゃあ行きましょうかね。まあラダトームは1でいうところの一番最初の城とかがあったとこですね。でまあ3とかだったら、まあ、裏の世界ですかね、行って、まあ、多分一番最初にたど、まあ、り着く場所じゃないかなと。生命の息吹が残る場所。まあ確かに死の大地とかしてますからね。ローラ姫だったかな。さて、あ、クエスト出てるんで話してみようかな。お、人間や魔物たちの屍だけ。宙に浮かぶ霞を食べておる。このなんか埃みたいなふわふわしてるやつなのかな。バケツかなんかかな、もしかして。
さてちょっと傷薬の素材だけ集めて、ちょっと傷薬だけでも持っていっときますかね。なんかあまりにも何もなさすぎて、傷薬とかですかね、なんか作るのも一苦労な感じがしますけど。よし、でバケツが太い枝と巨大な角、巨大な角なんかどっかあるのかな。お、こっちになんかある。お、これは竜王軍の旗だったかな。ここら辺にはなんか、あっちにもまた竜王軍の旗があるな。お、他はなんかこれといってはないみたいですね。ということはこれ希望の旗を探さないとセーブができないっていうことなんですかね。ちょっとそうなってくると、希望の旗を先に見つけないと電源を切ることができないっていうことですね。よし、ちょっとバケツを、あ、太い枝が足りない。あれ？なんだ、セーブできるし。てっきり希望の旗がないとできないのかなと思ってたんですけど。これでバケツ作って、さてちょっとじゃあクエストのあるところ行ってみますかね。お、なんかある。何も落とさないな。ガンダルさんの日記かな、これは。呪いの中心。ああ。綺麗な水が手に入る。この地の北で聖水なるものの研究をしていた。さてじゃあちょっと水汲んで、一応いくつか持っときますかね。5つぐらいあれば大丈夫かな。やばい、 HP が。さてここら辺の、あ、これ持っていけるんだ。あー、これはダメみたいですね。さてここら辺のなんか持っていけそうなもんを、ここら辺はダメだな。でも収納箱ですかね、ちょっと作らないとアイテムがいっぱいになり始めてますね。さてこの浄化の噴水をここら辺にセットしといて、
で、確かボロの、ボロ切れだったかな、あれが手に入ったんで、このボロの服を作っときましょうかね。何もないよりはマシなんで。で、一応部屋作って。とりあえずどうしようかな、一日、もう夜が近いんで一回寝ますかね。あーでも作業台がこれだけしかなかったら収納箱も作れないのか。っていうことはここら辺の手持ちのブロックはもうここら辺に、え、不思議な力で弾かれるんだ。この中にはじゃあブロックを置けないっていうことなんだ。とりあえずここら辺に放置しときますかね。あーこれも置けないんだ。っていうことはこれも、あ、これは壊せれるんだ。よし、じゃあクエストのとこ行ってみますかね。おっと、ここかな。お、なんだこれ。うんうん。伝説のビルダーの出現によって人間はわずかに文明を取り戻したというのに、こんな死の大地に流れ着いてしまうだなんて。流れ着いて漂流してきたのかな。さてここら辺の箱も、さてこの上にじゃあその何か聖水を作る手がかりがあるのかな。中でも見た感じ何もなさそうな感じなんですけどね。ちょっと壊せれないんでこっちから上がってみようかな。この辺りにも別にこれといって何もないですね。ということはもうちょっと向こうなのかな。さて今回どうしようかな。拠点も、まあ、どんな感じに作ろうかなと思ったんですけど、なんかあんまり建築に使えそうな素材が、見当たらないんですよね。あれ、ここまで来たけど何もないな。まあ、とりあえずちょっとこの山の上登ってみましょうかね。これといって何もなし。よし、今回ちょっとこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。まあ、ちょっとラナトームの、まあ、ラナトーム編ですかね。まだ入ったばっかりですけど、ちょっと聖水ですかね、北の方でなんか研究してるって言ってたんで、ちょっとその近場まで来たのかなと思ったんですけど、まあ見る感じではなんか辺りには何もない感じなので、ちょっと次回までに探しておこうかなと。で、まあ、聖水作って、まあ、その後、あ、誰かいる。閉じようかなと思ったけど、ちょっと待ってくださいね。誰か倒れてる。この、ここ、この土は壊せる。きっとここに秘密が。ほうほう。
この土になんか秘密があるのかな。はい、ということで今回ちょっとこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。まあ、ちょっと今なんか人見つけて、まあ調べてみたら、この心あたりに何か秘密があるみたいなんで、ちょっとそれを、まあ、謎解いてからば次回始めようかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。